ね、ヘルプミーって言えば助けてもらえると思ってるね、あのキノコの根性は許せないよ。はっ、くらっ、もうすでに嫌なんだ。うわあ、もう早速1枚目ミスりそうで嫌なんだけどな。持てんのか水の中ね。これもう早速1枚目ミスってる可能性が嫌だよね。一応ここは正規ルートなんでそこまで難しくないはず。おお、ちょうちんあんこ、ちょうちんあんこのポケモンなんだっけ、ちょちんだっけ、パプルポッカだっけ、こっちが。モンハン3にだけいたよね、ちょうちんあんこのやつ。じゃあ、しのぶか。おお、あんじゃん。オッケー、1枚目。正直いらないよね。明かりファイヤー持ってたら明かりよりもボール投げた方が明るい。あー、明かりが足りんな。水の中でファイヤーボールを打てば景色が、そういうことか。ファイヤー、ちなみにね、水の中だったらファイヤーボールとか打てるわけねえだろみたいなこと言う人いるんだけどね、花火をしてるとき川とかでやってたらね、あの川とか海とかに花火を突っ込んでみましょう。普通に火出続けるんで、実はね燃えるんですわ水の中でも。あ、五感あるね、入れっか。え、はい、よかった、びっくりした。お、ストーカーない。マリオのあるあるね、スターコインとか何にもアイテムがなくて何のために来たか分かんなくなる土管。わあ、いつら復活してるし、罠じゃねえか。あ、お、電気クラゲ、やっぱマリオ3感あるよな。こいつ動くぞ。動くな。全然自己主張がないんだ。あ、なるほどね、スイッチを押すと、あああのさ、確かに画面内にはいなかったけど光で分かりはしたね。確かに取らなくてよかった、残しててよかった、安心。確かに光ってた、光ってた。マッサージやったか。まだいくつか残ってるな。視界が、視界が足りない。ストーカーもいる。しまった、挟まれた。ファイヤーがなくなったらどうすればいいんだ。キャップはいらねえ。これ近づくか条件。視界が足りない。お、頼むぞ。とりあえずキノコ、おいおい、えぐないか。
おぉ、視界が何もない。暗いよ、狭いよ、怖いよ。はぁ、火山は爆発しないのかな。おや、マルタイム。やったぜ。8-5。強制スクロール。あ、投げんだよお前。はい、クソマップ買って。Wii の機能を使ってプレイするコースは無条件でクソコース確定ですよ。これさ、絶対マルチでやったとき喧嘩になるよね。前一回戻ってあーんとか絶対なるよね。ちょ、戻して。誰が操作するか喧嘩になるやつやね。鼻がかゆい。そもそも強制スクロールが嫌いなんだよね。ああ、適当に投げたら取れてラッキー。命投げ捨てないとダメかなって思ってたんだけど。降りてみようかと。これも罠の可能性あるからね。降りると取れなくなる。キューちゃん、こいつ踏まなきゃ取れないんだっけ。覚えてる。これ下から叩くんか。外した、さらに外した。よっ、いらよら、よし。思ったより当たり判定の弱いマリオ君。イエーイマリオタイム。ピイエーイピーチーズ勝ち。違う、まだピーチは使えない。んで8-6。下から、あっ覚えてる。キノコー、確かね、あの土管に、まあ知ってた、ちょうど来るなって思ったんだけど。これはここで使うやつか。
ね、普通に難しいのは覚えてんだけど、ただ1回目は諦めてクリアするか。うん、なるほど、これぐらいならいける。いらっ。ああ、それで一回クリアするか。まあやったことある人ならわかると思うんだけど、コントローラーを振った瞬間ってね、だいたい左右のどっちかにブレるのよ。誰がさ振るなんて仕様考えたんだろうね。イラッとしかしねえんだよ。ニューマリユーをやりましょうってことだよ。どうせもう絶対もう一回来なきゃいけないし。よし。うう、ああ。うん。なんであそこミスったんだろう。あそこ生き直すだけかよ。あれ？大砲に入って変なとこに飛ばされて落ちて死ぬ。言うかな？ニューマリ言うかな？終わりです。もうスタートセレクトでクリアになんねえかな？U の方は確かなんか土管に入って飛び出されてタイミングにするとそのまま溶岩の海にダイブみたいなえげつない仕掛けがあった気が。いや、まあ OK。 さーて、8の7があそこか。骨コースターもなかったっけ。87、そこで止まるか。あ、合ってた。確かこいつね、地面に潜るんだ。ないの？スターコインない。さすがにもう。まだ一つもないのは不安になってる。1つ目だ。あっと、あっ、一瞬迷ったんだよこれ。多分とっととヒップドロップしないと先に行かれるなって思ったけど、まあ行かれたね。下は押さないように注意。実質これも強制スクロールみたいなもんだからね。まあ初めはスターコインなかったんで特に気にする必要はなし。そして結構ギリギリめ
おお、怖っ。いやいや、なくてもいいだろ、どうせ即死だろミスったら。なんか2個のやつ来るとこだっけ、それはまた別か。いくぞ、最後の1個どこか隠れてるんだっけ。あーこれねこういうのよろしくないと思う。覚えてないからな、取り損なったっていう記憶だけあるかもしれない。あー2個来た。わけわかんねえ、全くわけわからんおっ、頂上なくてよかった。やったぜ。さああとはクッパジュニアを倒せば、ね、冒険も終わる。